フィリップ・エマニュエル・ド・ロレーヌは、ドイツ・フランス系のロレーヌ公爵家の一員で、フランスの貴族、軍人、メルクール公及びパンティ・エーブル公爵。ロレーヌ公、アントワーヌの息子であるメルクール公・ニコラと、その二番目の妻で、ヌムール公、フィリップの娘ジャンヌ・ド・サボアの間の長男として、生まれた。イボアネのルイーズは、フランス王・アンリ三世の王妃となった。年、 パンティエーエブル公、セバスティアンの一人娘で、女子相続人のマリード・リュクサンブールと結婚し、パンティエーエブル公爵位を継承した。1582年、義兄の国王アンリ三世により、ブルターニュ半島の知事に任命された。フィリップ・エマニュエルは、ブルターニュにおけるカトリック同盟の指導者となり、1588年には、ブルターニュにおけるカトリック教会の守護者となることを宣言した。 妻マリーが旧ブルターニ公爵領の統治者の血筋を引くことを背景にフィリップ・エマニュエルはブルターニュに自らを統治者とする独立国家を樹立する野心を抱いており、なんとに政権を樹立した。フィリップ・エマニュエルは1592年にスペイン軍の支援を受け、ここをアンリ4世が彼の野心を砕くために派遣したモンパンシエ公の軍勢をクラオンで撃退した。しかし、 国王軍は、イングランドの軍事支援を受け、すぐに優勢に立った。やがて、ブルターニュ以外のカトリック同盟を降伏させ、ユグノー戦争で優位に立ったアンリ4世は、フィリップ・エマニュエルを逮捕、連行させ、1598年3月20日に、アンジェにおいて、自分に忠誠を誓わせた。野心をくじかれた、フィリップ・エマニュエルはハンガリーに移り、 そこで神聖ローマ皇帝ルドルフ二世に仕えて、トルコ人と戦った。1599年には、聖ケシフェヘルバールを占領している。妻マリーとの間に二人の子女を設けた。ありがとうございます。